点の奪い合いで激戦カード第3レース予選競争1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。スローの3艇インからトップスタート決めてきた1号艇山下かりん、2コースからは2号艇垣内です。1マーク先手を取る1号艇山下かりんに3号艇中村がまくる、うちをつく2号艇垣内に4号艇5号艇6号艇殺到も、ここは陰線踏ん張る1号艇山下かりん先頭、3号艇中村課題が2番手、4号艇八隅月3番手、2号艇垣内順位を上げたいところ現在4番手か後方6号艇5号艇第3レーススタート正常です。2マークトップでクリア1号艇山下かりん鋭く内を狙って3号艇中村課題がぐっと迫ってくる、その差は一定身へさきが入るか、それでも1号艇山下かりんが単独先頭、2定身半リード、3号艇中村課題2番手、4号艇八隅月3番手、1番3番4番です。2周1マークから向こう上面トップでクリア1号艇山下かりん、コーナーごとに鋭く内側ついてくる3号艇中村課題ですが、上位体系変わらず1番3番4番、もういいスタートいけた感じですかね。そうですね、いける範囲のいいスタートは、うん、しっかりいけたかなっていうところです。トップスタートでしたもんね。はい、ちょっと朝の試運転でかなえちゃんと足合わせさせてもらって、うん、直線の足は良かったんですけど、やっぱ周り足がちょっと弱いなって思いつつ、うん、不安が残るのを取り除くか、うん、落ち着いてレースに行くかを悩んで、はい、落ち着いてレースに行く方を選びました。そうなんですね。はい、じゃあもうしっかりレース集中しなきゃいけないかなっていう。そうですね、自分がスタート遅れずに、うん、しっかりターンマーク先に回れれば、うん、逃げれるぐらいの足はあるかなとはそこで判断したので、うんうん、行きました。と明日順位勝戦乗れるかはちょっと最後までわからないんですけど、乗れるなら見せるレースできるように精一杯調整します。応援してください。